今週のゲストはジャーナリストデコート豊崎有沙さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします有沙さんはパリ生まれ2006年にサハラエリキ協会を設立しアフリカサハラ砂漠の遊牧民族を支援されているほかニゼールのウラン鉱山の実態を追うドキュメンタリーなどパリ東京アフリカの3カ所拠点に活動されていらっしゃいます えー、アリサさんが現在支援されているのはサハラ砂漠の遊牧民族トワレグ族による、えー、シオキャラバンというものです、えー、1,000年以上続いた伝統がある交易の民なんですけども、えーまあ、日本の方にあんまり馴染みがないちょっとこの「塩キャラバン」はどういうものかお伝えいただけますか。 はい、あの塩カラバンはあの3,000キロも果たすあのラクダ乗りの広域なんですけれどもそれを営むのはトアレグ族であの彼らは毎年サハラ砂漠を横断してビルマというところまで行ってあの塩を仕入れてからあのニジェルの南部まで降りて塩を売って持って帰るのは穀物っていうあの自給自足の 域ななんんですなんかこうルルルルルってやるらトゥアレグ族の女性はういうはい。えっとねもう何十年も前だけど <laughs> 3日ぐらい、えー、サハラ砂漠で旅しました彼らと。それでその時はなんかななんだろうなあ青い戦士とか言われてて、はい、トゥアレグ族っていうのはた戦う武闘派の。 男っぽいい侍みたいなそれで憧れて行きましたけどこの主要キャラバンに、まあ、普通はですねフラン僕の世代だとフランス人はあのパリ・ダカール・ラリーそのパリから、えー、セネガルまであの車でとんでもない、えー、大レースが、まあ、みんな興味持つんですけど。 車には行かなかったんですか。落胆に行っちゃったってのはすごいね。面白いね。いや、実はですね、うん、あの、面白い話では、あの、最初は九十七年、私はサハラ砂漠を初めて偶然に行って。 それれで見せられてそしてど,どうしてもまたサハラ砂漠に行きたいんですがあの時も何も仕事も何もしてなかったしああ、うん、予算もなくそしたらあのたまたま友達がパリ・ダカールの日本人選手が毎年モリタニア行って訓練してて、うんうん、そのための通訳を探してるって言われて。ああ それで行ったんですよ。ああやっぱりパリ中。で一ヶ月、はい、モリタニアのサハラ砂漠を。大スピードで走ったんですよ。それで私すごく嫌なっちゃったんです。うん、実は。<laughs> <laughs> それで、ほ、いや、運転したら面白いと思うんですけれども、後ろにね、座って。ずっとこんな、ガタガタなあの、あれすると本当に疲れるし、それであの。 途中ですれ違う遊牧民のラクダ乗りのキャラバンを見てその時に思ったんですよこれ私はもう次回は車じゃなくてラクダ乗りでなるほどサハラを旅したいと。<laughs> あの僕も砂漠行った時でいい一番僕好きなのは夜中でしたけど有沙さんはどう,どうですか砂漠の魅力って。いややっぱり朝方とあの夕暮れって言うんですか。 その2つの時間が一番美しくて、はい、あの実は塩キャラバンは朝4時に起きるんですよ毎日でその時にのサハラ砂漠はもうとっても美しかったんですでもさあの時さまだ覚えてるけど <laughs> 朝四時に起きて、ラクダが潮さ、世話されるとさ、ひーっつって鳴くじゃん。はい。嫌だ、嫌だ。吠えます。ね、鳴くって吠えるんですね。鳴く。あれ、あれさ、もうやめてくれって言ってるように。全然浸としてないんですよ、砂漠は実は。そうだね。あれ、あれラクダ嫌なんだよね。あの、嫌ですね。あの、そういう動物なんですけれども、一回立ち上がると。仕方なく。浸透する。そうなんだよね。すすごくおとなしく、ずっと。 歩きます。ね、はい。ジェイウェイ。ノーハースアルサさんは2003年に塩キャラバンに4ヶ月密着して、ドキュメンタリー映画を作ったということなんですけど。これはなんていうタイトルの映画を作ったんですか。あ、キャラバントゥドフューチャーというタイトルをつけました。はあ、で、これは自主制作。はい、自主制作です。 あのー、こ,れこれは4か月密着っつって「一、まあ、人で」って書いてありますからカメラマンとして撮ったってことなんですかはいそうですねドキュメンタリーを。はい、あでもあれですねあのトワレグ族の「あの主要キャラバン」は。 あれですか、男たちの対立なんですか、女性も一緒に動くんですか。いえ、男の世界だけです。そうですよね、はい、だから、その中にあなたが一人入って。はい、それで、夜はあれですか、彼らと一緒に。あの、酒飲んだりした。いえいえ、トワレグ族はお酒飲まないし。あトワレグ族とお酒飲まないの。あのそういう、あの、夜は騒いでる、あの。 雰囲気ではなく、寝ちゃうあの本当に一日十六時間も。あの進行しているキャラバンなので。あの夜はもうお茶を作って、ご飯を食べても寝るだけなんです。ええ<ー>。あの要するに、サハラ砂漠の中で。あの男と女。はあまりも関係なくな。なり、うん、な,なくなります。うん、要するに、人間として扱われてくれました。うん、はい。 多分疲れてたのし<れ> <laughs> あのオアシスからオアシスの間ってどのくらいあるもんなんですか あの、行きは七百キロありまして、うん、帰りもその同じ七百キロを横断して。うん、で、あの、その後、南の、まあ、ナイジェリアのカノ沼で降りるんですけれども。うん、そう、まあ、さらに、また千円、千五百キロぐらいあります、うん、そ,そのかんなが、あれじゃないですか、オアシスっていうか、水の補給場は。うん 一箇所しかない一箇、はい、所しかなくてあ,<ー>あの,あのサハラ砂漠を横断する時ね、うん、その700キロの間に一箇所しかないんですよそれで一日16時間<ー>要するにあのなるべく早く次の移動までつ<ー>かなければならないリズムをは<ー>昔からキャラバンがとってそれはもうラクダの力も節約するためもありまして、うん、水の節約も。 うん、ありますこの映画のタイトルのこの「フューチャー」未来を入れたのはどんんな思いがあるんですか、はいはいまあ、実はあの「塩カラバンナショナルジェオグラフィック」とかの、まあ、そういうドキュメンタリーの中で、はい、あの知ったんですけれども、はい、まあ当時はまあ90年代の終わりであのもうすでにこれは「ラストキャラバン」とか、うん、まあそういうなんかもう間もなくこれ消えてしまうあのお,おとぎ話のようなキャラバン。うん っててていいう,うに書いてありましてで私は実際それを読んで早く早く参加しなければないと思って98年初めて塩川湾に参加したんですねあの普通の旅人として。そしたら全然違うと思って <laughs> これがあの長くまた長く続きそうな、まあ、経済利益もあるちゃんとした交易だと気づいてそれであのナイジェリアまでも降りて農民と 交換すると、はい、いう場面も見るためにこれ4ヶ月も終点まで同行しなければならない,い<た>って思ってそれで撮影あのしに行ったんですねじゃあ僕みたいに僕行ったのは88年ぐらいかな。 もうその時にもうラストって言われたからそうなんですよねう <laughs> ずっとラストラストって言って今でもの生き残っているのでナショナルジオグラフィックに何回騙されたかアフリカとアマゾンでも <laughs> これが最後だって言われて <laughs> そうなんですね、うん、まあそれはカッチュフレーズかもしれないんですけれども <laughs> そのカッチュフレーズに対してちょっと私はフューチャーを入れ入れたかったんですわかりましたえー、ゆっくり続く 続けんかそういう、はい、なんかノスタルジックで、はい、なんか懐かしいのじゃなくて,、うん、なくて現実だという思いがこの「トゥ・フューチャーに」に、はいえー、込められて「トゥ・ザ・フューチャーか」か込められていると。はい、その有沙さんは2006年にサハラエリキ協会を設立して最初の支援活動がこのラクダオーナープランやラクダ乗りキャラバン。 これはこの塩キャラバンをまあなんとかな存続させるための、まあ、プランだと思うんですけど具体的に教えてくれますか値段が違い実は2000、えー、とサハラエリキを立ち上げた時に私はニジェルじゃなくてアルジェリアのサハラ砂漠で活動していまして<ー>、ね、アルジェリアは塩キャラバンがないんですけれども、はい、あの初めてアルジェリア行った時にすごく。 もうタシリナジェルっていう砂漠の美しさを本当に圧倒されて、はい、なんだけれども遊牧民が全くいないこととあのラクダもほとんどいない砂漠だと気づいてそれであの、まあ、それでもいるラクダ使いのために。 じゃあラクダのトースを増やせばラクダ使いにも仕事になるっていう考えからラクダオーナープランを立ち上げました最初はそっちだったんだはい、はい、それでもちろんオーナーになってラクダはあの持って帰るんじゃなく連れて帰るんじゃなくて現地で,、ね、現,地で現地で役に立ててもらう役に立つで名前をつけてみたいな、はい であの同時に「マイラクダ乗りキャラバン」もやりまして、うん、それはあの私が経験した使用キャラバンの,あのなんていうの,あの初心者向けのキャラバン。うん、じゃあ現地,現地行って乗ることもできると。その後有田さんは、えー、現在トワレグ族の使用キャラバンの持続的な支援のためのクラウドファンディングによるプロジェクトを立ち上げてますが。 えー、ちょっと具体的に、これもお聞かせいただけますか？はいまあ、まずあの、立ち上げるきっかけというのは、あのー、キャラバン・トゥ・ザ・フューチャーを、あのー、タマシェク語でトワレグの言葉にして、あのー、どうしても塩キャラバンの人たちに見せたいと思って、うん、えっと、二千十七年に。あのー 遊牧キャンプに帰ってその時にあの映画もうそのまま流しててそれでみんながもうびっくりしましてあのまず映画見たことがない、うん、<laughs> とあの自分が入ってる映画だと喜んでて女性もあの自分の男とかあのねあの兄弟はどんな仕事をやってるのか全く見たことがないから。 もう彼女たちもすごく感動していましてあ<ー>であのーまあ、当時16歳ぐらいの少年たちも「俺たちなんてかっこいいって、うん、<laughs> か,かっこいい仕事してんのか、うん、ものすごくなんか気がプライドが上がりまして、はい、でその翌日にみんなとあのちょっとそういう会議みたいなリーニョンみたいのをして。うん それで、まあ、当然ながら私はみんなのお知らせっていうかキャラバンのお知らせをき聞いた時に、うん、あのいや実はもう若者を今ほとんど辞めてるっていうことを初めて知ったんですそれでショックを受けましたあ,<ー>あ来たんだと思って、うん、これこそが最後のは最後のなんか急に来ましたそれはどうしてなのかやっぱり消費社会は、うん、あの キャンプもう離れすごい離れてたから今まで大丈夫だったんですけど急に入ってしまった中国製のバイクとスマホそれでこれもどうしても買いたいっていうことから若者は今早く短期間で現金をもらえるような仕事を探してて塩キャラバンちなみに7か月もかかる仕事で。 あの現金たくさんもらえるわけじゃないもう物々交,、ね、交換とか、まあ、それであの全然あの今まで生活費が足りたんですけれども、うん、こういう新しいなんていうの保身が入るとあのお,金お金が足りないだねそれであの農作農作業とかあのそういうような仕事に移っていたんですけれども。 っていう、あの、まあ、現実ですね。じゃ、あそのキャラバンをなくならないために、あの、うん、要するに、あれですね。物々交換ではない、前渡しのギャランティーをしてあげようっていう。そういうことですか。だから、現金要するに、あの、キャラバンの収入源を増やせば、うんうん、あの、若者も、も、あの、やる気になる。っていう、うん、まあ、みず、あの、彼たちが自分が言ったから。うん それでじゃあそれぐらいだったらそんなに大きい金額がいらないと思ってクラウドファンンディングを立ち上げました今だからラクダ1棟が5万円だったり交換用の商品購入代1人につき2万円。はい要するにその2つがあれば、うん、あのし新商キャラバンの収入源が上がってお父さんたちは若者にもっと お金を、うん、あの払払うことができるんです。じゃあこの今回目標にしている80万円は何人ぐらいの規模の ええー、まあキャラバンを支援しようと思ってるんですか、はい。まあ十人から二十人ですねぐらいがの、はい、このお金集まれば、はい、ええやる気になると。やる気になると。で次の出発はあの毎あの今年の九月。あじゃですのでそこまでだから、はい、あのクラウドファンディングのまあ締め切りは六月十六日にして、うん、でまあうまくいけばラクダを買って、はい、あの。 ブツブツ後半の、しゅ、の商品を買って渡す。私と、うん。はい。ジェイウェイ。ロハーストーあとこの塩キャラバンをユネスコの危機遺産リストへっていうのは、これもやってらっしゃるんですか。はい、のの去年からそういう、はい、あの面倒くさい手続きっていう。言えるほどの大変な、<laughs> あの。 まあ、登録をしようとしてるんですけれども、でも、これは絶対うまくやれば。あの、成功できると思います。これはまさにもう危険文化遺産ですね。うん、ねはい。た,ただ、これ。 登録ユネスコが認めると、ど、どういういいことがあるの?。別にユネスコお金くれるわけじゃないじゃん。いや、あの危険リストに入ると、お金も、うん、はい。入ります。もう、もちろん、こっちからまた、その。プロジェクト、だから、例えば、今回のプロジェクトの続きのプロジェクトがあれば、そういうユネスコにプロジェクトの。と、予算を出して、あの、ユネスコが、そういう補助金を。あの、払うことができるんです。<ー>はい。 まあ、アリサさんは現在パリ東京アフリカのニジェールの参加所を拠点に活動されているそうですけどこのユネスコの危機遺産リストの,あのと働きかけっていうのはこれユネスパリのユネスコ本部にやってるんですかそれとも東京でやってるんですかいややパリのユネスコ本部でやりやっ やり始めました。はいはい。はい、だからそういう意味ではまだパリも大事な拠点なんですね。はい大事な拠点です。はい。で東京は金集めの場所ですか <laughs> いやそうそれだけではないんですけれども、あのー、いやいいんだよ別にあのあ、はい、日本人にとってああいう場所をすりつることは僕はいいことだと思うし。いやまあ、でも私にはあ,さあの<達>ユネスコはまあまたちょっと別っていうか。はい。 あの要するにまず私は自分の活動は2006年からずっとあの日本に集中してるんですよね。はい あのそれはどうしてなのか日本人が分からないけれどももしかしたらサハラ砂漠がものすごく憧れてるかもしれないことと、うん、フランス人だともちろん憧れもとかあるんですけれど歴史があるじゃないんですか。ねはい、であの日本人はものすごく新鮮な目でサハラ砂漠とトワレグ族のことを見てくれるしであの大黒さんはおっしゃったようにあのトワレグ族が あの日本人の、うん、同じような侍、うん、の魂を持ってると私もずっと思ってていまして、うん、それはその2015年にアリサさんはトワレグ族が働くニジェールのウラン鉱山の実態を取材されてるっていうんですけどこれはあれですか 原発の元になるウランはいそうですね。これはトワレグ族はあれです反対してんですか？えっとそうですね。トワレグ族が最初はもちろん反対していなかったんですけれども、うん、実はあのあのまあア,アレバっていうあの大きな、はい、フ,ラフランスの原子力の会社は、うん、えっとまあ五十年前からニージェルに入ってて。はい あの最初はみんな賛成していましたが、あの負けんパスのあのみたに、うん、あのだん,だんあのいろんな事故とかあの汚染の問題が出てきて、はい、しかもあの全然あの皆さんのまあ収入源が上がってこない,なないはい<に>ならないし、はあ、それで今あのまあ大部分は多分今反対しているんですね。はあ、じゃその報道をまああれ有吉さんはしていると。 えー、今日はで、ありささん、どうもありがとうございました。このクラウドファンディングはぜひ、まあ、い、初めてですよね。クラウドファンディング、初めてです。ね、だから、ぜひ、次次につながるように、ささやかなお手伝いをできる。こととして、あま,しまあ、ことにも、あの、取り上げさせていただきました。はい、今日はどうもありがとうございました。りしたありがとうございました。ジェイオニー、ローハーストーク。